藤の木古墳。藤の木古墳は奈良県生駒郡枯賀町にある古墳、円墳。藤の木の名称は所在地のあざなに由来するが、法隆寺関係の古文書、古記録によれば、かつては三笹、両山、三笹山などと呼ばれていた。原質内から大量に出土した恥き、津駅の年代から古墳時代後期、六世紀第四四四半期の円墳であると推定されている。 この時期に、機内では、前方公園墳の造営が終わりに近づいていた。古墳は、法隆寺西院河蘭の西方約350メートルに位置する。現在は、周辺が公園として整備され、説明板なども多数設置されており、法隆寺周辺の観光スポットとなっている。また、古墳から南へ200メートルほど行くと、ガイダンス施設、イカルガ文化財センターがあり、 主な出土品のレプリカが展示されている。奈良県立貸原考古学研究所では出土したバグを 3D プリンターで復元し一部は一般でも触れるようにしている。発掘調査結果から計約50メートル、高さ約9メートルの円墳であるとされている。ただし、現状は周りの水田や建物により少しずつ削り取られていて、 高さ約7.6メートル、最大径約40メートルである。大和での埴輪の設置は6世紀前半で終わったと考えられていたが、紛糾裾には、円筒埴輪が並べられていて、従来の見解を訂正することになった。ミトークスの横穴式石室で、家型絶貫に成人男性二人が合奏されていた。横穴式石室は、 原粉給死所から森土を少し取り除いたところに、沿道の入り口、専門があり、その沿道を少し進むと、両袖式の原質に至る。この原質は、玄奮の中心部に設けられている。石室規模は、全長14メートル弱。原質の長さは、西壁側で約6 0メートル、東壁側で約5 7メートル。 原質の幅は約2.4から2.7メートル、高さ約4.2から4.4メートル、沿道の長さは約8.3メートル、沿道幅約1.8から2.1メートルである。石室の床には、歴が敷かれ、その下を排水口が、原質中央から沿道を通って、噴気しへと敷かれている。石管は、原質の奥の型に安置されていた。石材は、 二条山の白色業海岸で作られており、石管の内や外は赤色岩料、水銀種で塗られている。棺の大きさは約2 3 5 × 1 3十九9 7センチメートルであり、蓋は約2 3 0 × 1 3 0センチメートルで、厚さが約52から55センチメートルであり、縄掛け突起がついている。棺は幅、高さともに西側より、 東側の方が、やや大きく、平面は台形を呈する。副葬品が混同性のバグや送信グ類、刀剣類などであるから、この当時の支配階級の一人であったと考えられているが、円粉であることから、大王クラスではないが、貴金属を用いた、きらびやかな副葬品が多いことから、強大な権力を持った人物であったと推測されている。 前園道夫、奈良芸術短期大学教授や白石太一郎、奈良大学教授は、二人の被装者が、日本初期が記す587年6月の暗殺時期と一致することなどから、聖徳太子の叔父で、蘇我馬子に暗殺された、穴穂部王子と、千家天皇の御子ともされる、ヤ壁の王子の可能性が高いと論じている。一方、伊沢本彦や高田義信、 法隆寺長老は、服装品や埋葬の様子から、もともと、穴ホベ王子の両母であったところに、同母弟でこれもまた、蘇我馬子が、東後駒に暗殺させた第32大巣春、天皇が合葬されたとの説主張した。なお、南側悲葬者については、女性説も存在する。1985年、昭和60年から2006年にかけて6時にわたり、 イカルガ町教育委員会や、奈良県立柏原考古学研究所により、発掘調査が行われた。1985年の第一次発掘調査では、全長13.95メートルの横穴式石室と、くり抜き式の家型石棺が検出された。石棺と丘壁の間からは、近藤西安金具などのバグ類や武器、ブグ類、鉄製の工具、ミニチュアなどが出土している。近藤は、 同に、金メッキを施したもの。バグは、混同性が一具、鉄地混同バリが二具の、計算具出土しており、内混同性のものは古代東アジアのバグの中でも、最も豪華なものの一つであると言われている。混同アンカナグは、蔵の形が、蔵の前はと、降臨、静輪が共に垂直に立ち上がる戦皮式であり、パルメット、植物文様の一種、法王、龍鬼面、 ウ、シ象、獅子、ウサギなどのモチーフが使われている。戦費系国家北縁の首都があった、中国領念省日市付近で発掘された、倉金具に同様のモチーフを持つ例が見られるが、日本、シラギ、クダラ、カヤいずれでも他には、まだ同様の倉の出土例がなく非常に珍しいものである。他に、原室右集部からは、多数の水液、弾きが出土し、 これらに混じって、江戸時代の闘苗皿もあった。このことは、近世に至るまで、この石室内で、被装者に対する供養が行われていたことを示しいる。紛糾の形態、規模の確認、ファイバースコープによる石管内の確認調査が行われた。この結果、管内には水が溜まっていることが分かったが、微物の詳細は確認できなかった。 続いて1988年には未洞窟の家型石棺を開口して内部の調査が実施された。開け棺に際しては事前に業界岩製、実物大の石棺の複製を作って実験を行い、狭い石室内での開館作業に支障のないように配慮された。館内には水が溜まり多数の繊維断片が浮遊していた。棺からは2体の人骨。 男性二人の合奏である、可能性が高いのほか、立ちご口と、剣一口、近藤生館や、近藤生理などの送信具、同郷四面、一万点以上のガラス玉類などの副装品が検出されている。立ちと剣はいずれも近藤奏の豪華な外装を伴うものである。二体の遺体は、衣服の上からさらに酔いの布で包まれ、棺底にも剣符が敷かれていた。 前述の繊維断片はこれらに属していたものである。この館内からは、金属製の装信具やガラス玉が多数検出された。一方で、古墳時代に広く用いられた石製の装信具は、全く検出されていない。国際性豊かな、きらびやかな装信具で身を飾る一方で、銅鏡、刀剣などの服装は、古墳時代初期以来の伝統を継承するものである。館内には、 布や花粉などの有機物が多く残存していた。花粉の中では紅花のものが多かった。紅花は異物中の赤色の繊維から検出されているが、染色とともに防腐の意味合いもあったと推定されている。埋葬されていた遺体からは彼らが食べていた食物の痕跡が全く検出されておらず、埋葬前に消化管を取り去っていた可能性が指摘されている。古墳は 国の史跡に指定されている。また、出土品一括は、日本の古墳文化研究上価値の高いものとして、1988年に、石棺外出土品が重要文化財に指定され、1991年に、石棺内出土品が追加指定。2004年に国宝に指定された。出土品は、日本国文化庁所有で、奈良県立貸原考古学研究所。 付属博物館において保管、展示されている国宝指定物件の明細は以下の通り。以上石棺外湿度、以上石棺内湿度。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。